トミー・スミスは、イングランド・マックルズ・フィールド出身のサッカー選手。コルチェスター・ユナイテッド FC 所属。ポジションは DF。ニュージーランド代表。2007年にイップスウィッチ・タウン FC で、プロデビュー。2018年1月22日、メジャーリーグサッカーのコロラド・ラピッツに移籍した。2020年2月21日、2019から20、シーズン終了までの契約で、 サンダーランド AFC にフリーで加入した。当初は出生地のイングランド代表に選出されていた。2010FIFA フフワールドカップオセアニア予選の結果、ニュージーランド代表が出場権を確保したことで、ニュージーランド代表への変更を決意。2010年3月、アメリカ・ロサンゼルスで開催されたメキシコ代表とのフレンドリーマッチで、 ニュージーランド代表初出場を飾った。2010FIFA ワールドカップ登録メンバー23人にも無事選ばれ、グループステージ全試合に出場した。2012年5月のエルサルバドル戦では、史上最年少でキャプテンを務めた。6月の 2014FIFA ワールドカップ、オセアニア予選、フィジー戦で初ゴール。ありがとうございます。